じゃあこんにちは、はい、さあ今年は新外国人助っ人結構かなり入りました各チーム。まあでも、はい、見えてるところだけね今はまだね、うん、はい、はい、というわけで今回はですね、はい、ドラゴンズと阪神の新助っ人外国人4名ちょっとピックアップしたいと思います。はい、どっちから阪神からいきましょうか。お阪神、はい、ノイジー選手とミエセ選手です、この2名まずは。まあ、ノイジーはやっぱ広角に打てるだけにやっぱ率も残ってくるだろうし、しっかりハマればホームランもあるしね。だから非常に安定してくれてると思うよ。そうですよね、だからまあ魅力はあるよね。だからこれがこう実践になって本当にいろんな球に対しての対応がどうなのかなっていうのはまだ分かんないけど、まあ今のところは非常に頼りにできるあの外国人だよね。そうですよね。で、ミエセス選手。ああ、ミエセスは体でかいな。あれ絞ってんのかね。結構ありますよね。120キロぐらいあるんじゃない。そんなないと。いやいや、そんな結構あるよ。まあ、あのちょっと厚みありますけど、だから守備の面とか、まあ、そういうものがちょっと不安な面はあるけどね。実際エラーもありましたしね。まあそうだね、はい、ただやっぱ飛ばす力あるな。結構フルスイングとかがっつり振りますよね。そうだね、まあ振るよね、うん、がっつり振るっていうか、なんかノイジー選手より結構思いっきりまんぶりじゃないですか。いやいや、それはもうタイプが違うからね、うん、ノイジーっていうのはやっぱこうある程度コンパクトに広角に打ちながら、うん、はい、そうホームランボールに対してはあの拾っていくっていうかね、強いコンタクトを取っていくっていうようなことだけども、はい、ミエセスは、まあ、全てに対しての全力で振っていくというね、うん、はい、だから、まあ、ハマればね面白いと思うけど、ハマったら面白いけれども、ただやっぱ守備がなちょっと不安だよね。そうですね、まあ、ライトっていうことを考えると、はい、やっぱこう1、3塁を作らせないための肩だとか、はい、まあ、そういうのも必要だし、うん、まあ、肩もそんなに弱いとは思わないけども、まあ、どれだけのコントロールを持ってるのかとか、はい、まだちょっとそこら辺は見えてないけどね。そうですよね、うん、ただ40発打ってくれるんだったら置いとく。いやいやいや、そうですよね、置いときますよね。いや置いとく、一回ポロッとしても置いとく、置いとく、置いときますよね。これゆうたさん、ノージー選手とミエセス選手だと年間通してこの率だったりこの本数残したら OK だよねっていうボーダーラインってそれぞれタイプ違うと思うんですけど、あ、まあ、ノイジーは、まあ、打つ打順にもよるけども、はい、まあ2割8分の25本、うん、25本か、それでも、ね、90打点、はい、ぐらいだったらもう丸丸丸丸、うん、ミエセスはそうだな、まあそんなにレギュラーでずっと出るということがあるのかどうか分かんない、守備のことを考えると。確かに、それはね、両サイドに外国人で近本、はい、大変なの守備ちっちったりこっちったり、去年の丸選手みたいな、まあね、はい、だからミエセスも試合数はあノイジーよりも少ないとして、うん、25本ぐらい打ってくれたらもうバンバン剤だよね。そうですよ、だから20本打ったらバンバン剤。ライトは日本人の選手との、まあ、併用になりそうってことですかね。まあ多分、ね、ミエセス選手、ただどのぐらい打てるかどうかっていうのが見えてこないから、うん、それは当たったらでかいよ、うん、だからそういう意味ではどうなんだろうね、どう考えるか岡田監督が、うん、やっぱね今年の課題はやっぱ守備なんだよ、うん、はい、だから守備で破綻を起こすようなことだけは避けたいんだよね、うん、だからミエセスがライトに入ることによってピンチが広がるんであればさ、ちょっとチームとしてはマイナスだよね。そうですよね、うん、でそれぞれ何番を岡田監督考えてるんですかね、となると。まあ、3番佐藤大山って考えると、はい、ノイジーが5番、ノイジー5、はい、うん、やっぱ安定感欲しいもんね、うん、まあ、使うとしたら7 5、7ぐらい。ミエセスは、あ、だからミエセスが7、あ、ミエセスが7でノイジーが5、そうそうそう、うん、で梅野が6に入る。あ、梅ちゃんが6に入る、もうヤクルトみたいになっちゃう本当そうですね。いや本当に確かにそう、やっぱね外人をね2枚続けるとそこ何にもできないんだよ。あ、もうとにかく打つしかない、他の技が使えないですね、はい、だからヤクルトなんか中村が入るからいやらしいんだよ、うん、ここをなんかノーアウトで出たら送るとか、はい、エンドランとか、うん、まあ、そういうこともできるし、はい、だからいやらしさを持たすためには梅ちゃんっていうのはここら辺はできると思うんだよ。なるほど、
梅ちゃんもバッティングいいから ね、今年はなんか岡田監督に使ってもらえそうだから、うん、いや本当によ梅ちゃんも干されかかってるから、ね、去年まではそうでしたね、いやだからあの梅ちゃんなんかが入ると面白いと思う。なるほど、あのいわゆるそうですね、ヤクルトのサンドイッチ方式ですね。そう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 、そうなってくるかなって思うよね。そうですよね、まあ、そのためにもノイジーとミエセス選手がそれぞれの役割を果たしてほしい。まあそうだね、そこですよね、はいはい、さあ、続いてドラゴンズ、はい、まあ、複数名新外国人入ってるんですけれども、はい、中でもカリステ選手とアキーノ選手、あのバッティングもね見たりとかしてますけど、ね、まあそうだね、なんで膝がピッチャーの方向いちゃうんだろうねそれカリステですか、うん、アキーノ、アキーノの方ですか。カリステの方がまだちょっと閉じてる、まあ、状態が強いからね彼らは。俺らなんかこんなピッチャーに膝向けてたらバットなんか振れないけどな普通は振れないものなんですね。いや振れないけどなんかこう締まってこないんだよね。でもカリステの方は、はい、やっぱ守備という面では使えるよね、ものすごく。ピッチャーとキャッチャー以外すべてのポジションをやったことある。やったことあるのはやったことない俺だとあるの。そうですよね、そうそうそう、そうだ、そこで一流だったかっていう話なんだよ。確かに全部二流でしたみたいな、じゃあ使えないんだよ。でも内野の守備はそこそこうまいと思うね、そういうふうにね、出てますよ、記事。だからちょっと打てば、はい、いやでも田中とかなあ村松とか松とか周平石川とかもいるからな、うん、なかなかやっぱこう入ってくるの難しいよ。ファーストはアルモンテとビシエドがいるし、競わせるんですもんね。ガヤアキノいるし、お前ピッチャーだったらお前クローザーと抑えがお前外国人だから、ああいうの隙間がないんだもん。まず枠が、そうですね、枠がない。どうするんですかね。ユニフォーム誰かの借りて出ていくから人が違うの。そうだからカリステはなんか可能性をすごく感じるんだよね。あアキノも悪くないんだよ。はい、アキーノなんかライト守ってたら、はい、肩めちゃくちゃ強いからな。あ、そうなんですね。ピッチャーになるんじゃないかっていうぐらい。そんなに、いや強肩だよ。あ、じゃあ置いときたいですよ。岡林なんか一緒に投げちゃうみたいな感じでそのぐらい肩強いから、センターのセンターの岡林飛んでいくみたいな、ひょんと、いや投げられちゃうよ本当に。そんなに肩強い。ただ取るのがちょっとね少し不安定ではあるけども、取ったらすごい肩持ってる、はいはい、ということはやっぱりあの広いドームでやっぱりその肩っていう魅力はありますよね。あるある。まあ岡林も強いしね。そうですね。で、うん、そのために岡林選手をセンターに移したわけですもんね結局。まあアキーノにセンターやるやつは無理だよ、うん、だから誰かやらなきゃいけないから、はい、まあ、大島ではもう肩が、ね、まあそうですね、あるだし、だから岡林を持っていったんだけどさ、そりゃ1、3塁作れるかと思った時にアキーノが持った瞬間に、うん、いやこれやめとこうって思わせるぐらいの肩持ってる、はい、あとは打つか打たないから。そうですね、やっぱね向こうの映像を見ても外のスライダーはまあ我慢ができたらいいけど、うん、ボール球に手出すだろうなって。ああ、それはそうですね。あの立浪監督もやっぱりそこがあって、だからそこら辺を我慢できるようになったらストライクを投げるしかなくなるんだよ、うん、それをコンコンと言っとくかでも追っかけちゃうんだろうなあの膝は。膝向いちゃってるからもうあれ修正は膝にニコちゃんマーク書いてたら、うん、ピッチャー投げる瞬間にここら辺でステップするでしょ、はい、ピッチャー、うん、笑っちゃって投げれない。なんでニコちゃんマークが見えちゃうのみたいな。目が合いますよねニコちゃんマークと。だちょっと膝をねこう閉じてくれると、はい、多少変わると思うんだけどね。そういうのって外国人バッターって例えばピッチングコーチがアドバイスするとフォームって変えてくれたりするんですか、それともやっぱ変えない選手が多いんですか。何、外国人バッター、バッティングコーチが、バッティングコーチがもうちょっと例えば足の開きフォームを変えようとすると。いやピッチングコーチって言ったからさ。あ、そう、バッティングコーチだ。何ピッチングコーチがなんてアドバイスするのかなと。確かにあ、バッティングコーチがな、はい、言うと、いやそれは変えるよ。ジャパニーズドリームを作りに彼らは来てるわけだから。うん、だからそういう意味では言うことは聞いてくれるよ。素直に聞いてくれるんですね、うん、ただ治るか治らないかは別だよ。もうそれまではもう膝むき出して打ってきたからさ。そうですよ、向けてね。だからそれを閉じろって言われたら閉じたとこからどうやって振るんだろうって迷いが出てきた時にもうバット振れなくなっちゃうからさ。そうで
ですよね。だから、まあ、ベンチャーがね、はい、あのバッティングコーチ入ってるけども、うまく教えてほしいなと思うよね。そうですよね。なんかそれでね、すべてメンタルもやられてしまって、外国人なんかバラバラになっちゃうのも、まあそうだね。だからアキーノが、まあ、例えば入ってくれるといいよね、はい、で彼氏でいいかもわからないけども、うん、外国人の枠で入れないよ、なかなか人数が。そうですね、2人は必ず入るわけだから、セットアップは抑えて、はい、ね、でファーストにも絶対入るわけでしょ。入ります。そしたらもうあと1人しか使えない、弾かれる人が出てきますもん、必ず必ずだよな。で2人ほど弾かれるわけだよ。うわ、だからそこら辺の外国人の競争も激しいんだけどもさ。そうですよね。うん、でも秋野は使ってみたい選手だよね。あ、やっぱやっぱね、あのバンテリンであれだけの広い球場であれだけの肩を持ってると魅力は感じるよ。そうですよね。少々差してくれるもんな。うん、いやそうです。それでね、失点防げるってことですよね。そうそうそう、ね、岡林とかね、はい、肩強いし、うん、だからあとは打つか打たないか、今のままでは苦しいわ。ちょっとあのフォームとかスタンスを見てると、あんなに膝がピッチャー向くとは思ってなかったもんだって。ちょっと今気になった方はぜひ YouTube で動画でどんだけ開くのか。いや、これはあの日本のキャンプの時の動画ね。そうです、そうです。それを見てくれると分かるけども、はい、うん、もうちょっとね、こうだから極端な話、はい、こう足があるでしょ、はい、こうステップすると足、膝は絶対向かないじゃん、はい、こうしていくんだ。もうこっちが見えちゃってますもんね。そしたらね、外のストライド振っちゃうんだ。ああ、それしかなくなっちゃいますもんね。まあそうだね。だからまあそこら辺が修正できるか。はい。でも外国人も最近真面目だしさ。本当そうです。あのそこさえ治ったら結構打てると思うし、うん、はい、無駄がないからね。うん、他に直すようなところってあんまりないんだよ。だからワンポイント、ツーポイントぐらいで治っちゃうから、はい、だからまあそこら辺ではね、秋野にも期待してるし、うん、秋野が打ってくれるとでかいよ、当たったらでかいから。そうですね、そういう選手はたくさんいるんだけど、当たったらでかいから。ビシエドだってそうなんですけどね、本来は、まあまあね、インサイドは常に詰まってるけどね。そうなんですよ、もう覚えろよと思うんだけどさ、ビシエド生実家力があるからさ、落ちちゃうから内野越えてね。そうなんですよ、それ満足してるから。いや満足するんだって、そのインサイドを放り込むぐらいの技術を身につける。そうですよね、そう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 、競争に勝てるといいですね。まあでも今年は競争が激しいから、アルモンテいますからね。そうそうそう、まあ、今回は阪神とドラゴンズの新助っ人、外国人をあのピックアップしましたけれども、豊さん、はい、あの巨人の、はい、行くよ、はい、行くので、ぜひブルペンで巨人の新外国人ピッチャー、はい、ビーディ、ロペス、グリフィン、メンデス。分かんない、ロペスが後ろで、もうすごいね、分からんよ。毎年変わるでしょ、巨人は特にそうですね。ああ今年すごい、毎年変わるでしょ、わけ分からんよ。あとウォーカーとすごいバッティングこう立った時にそっくりだって言われてるのがブリンソン、うん、ブリンソン見てきてください。いや多分ね、そこは分かると思う。ブリンソン足細いですね。いや俺ウォーカーのファンだから。一番ですよね、ウォーカーのファンだから、うん、だから見間違えるっていうことはない、そこはない、そこはない。あともしブリンソンに会ったら、ブリンソン選手どうやら今年例えばホームラン打ったりとかしたら、今 NFL で自分の腕時計を指して足でダンスするっていうパフォーマンスを流行ってて、それをやるそうなんですよ。だからブリンソン選手会ったらこうやって足ダンスをこうやって豊さんやってきてください。あ、そうなん。したら一気に距離縮まります。この前スーパーボウルを見た、ハーフタイムショーあったの、リアの。違うよ、そんなハーフタイムショーじゃないよ。あ、本ちゃんの方ですか。本ちゃんだよ。はい、私ハーフタイムショー。あれ MVP になったクォーターバック。はい、元息子だよ、助っ人外国人の。そうですよね。おすごいですね。すごいだろう。はい、だってさ、フィルダーも息子がホームラン王になったりとかさ、すごいですね。だから今、はい、外国人が息子連れてきてたら、うん、なんかサイン書いといてもらって。そしたら相当な額になるよ。売ることを前提に。いやいや、売ることじゃなくて相当な価値を持つ。価値を持ちます。誰が売るんだよ。相当な額になる。まあ困ったら売ればいいじゃん。まあまあ、まあね、本当に困ったら、ね、だから助っ人外国人がこれだけ能力の高い選手たちが来るんだったら、息子がいたらサインをもらう。はい、これマストです。